い、どうも、つゆテレビです。今回はですね、広島県呉市旧呉鎮守府庁舎をやっていきたいと思います。呉地方隊は海上自衛隊の地方隊の一つ、主要部隊は広島県呉市にある呉基地幸地区に配備されている。画像はその第一庁舎であります。日本の近代化を推し進めるため、帝国海軍は横須賀、舞鶴、呉、佐世保の4つの軍港に鎮守府を設置、合わせて軍艦を建造修理する海軍工廠も設置していました。でこちらの画像なんですけども、ね、この辺りを見てもですね、とてもねよくできていますよね。海軍施設にしておくのはねもったいないぐらいですね。呉市周辺にもねこういった海軍施設が多いようです。後でねご紹介いたします。そしてですね、こちらちょっと遠目から見た画像なんですけども、とてもねちょっとね匂いますよね。でこちらのね左の大階段は、初代がねできる前からあったようです。あとねこの辺りもちょっとね怪しいんですよね。はい、その昔、この地にね、巨大な重要施設でも、あったのではないでしょうか。広島や呉には、レンガ造りのタルタリア洋風建築が多いので、その一部を紹介します。呉貿易庫運輸倉庫、旧海軍造兵部第9工場、広島市郷土資料館、
旧陸軍広島被服支廠倉庫。旧陸軍兵器支廠。いかがだったでしょうか。広島呉、とてもね興味深い、レンガの洋館が多いですよね。またそのうちにですね別の、視点と絡めて、深掘り考察したいと思っております。今回は皆さんの目にはどう映ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。